やっばちょっと待って待って待って。皆さんこんにちは、ひろげーです。はい、今回紹介するのはこちらです。はい、こちら、鬼滅の刃プッチョです。はい、原作が終了しても未だにめちゃくちゃ人気の鬼滅の刃のプッチョが出ました。なんかどこの企業も会社も鬼滅の刃のキャラ入れとけば、まあ売り上げ上がるんじゃねみたいな感じでなってるんですけど、ついにプッチョにも来ましたね。というのも、ちなみにこれは何の情報も知りませんでした。ちなみに僕が行ったスーパーでは、もうこれ普通に売ってましたね。後ろの方に未開封の箱とかいっぱいあったので、まあ全然ボックス買い OK でしたよみたいな感じで個数制限もなかったです。とりあえず3つ買ってきたので3つ一気に開けます。では開けましょう。ちなみにこれはいただきました。この煉獄さんのランチョンマットめっちゃ嬉しいです。であとはこのコースターもいただきました。この鬼消しゴムは2個セットになっていて、絵柄は全部で20種類の全10セット。あ、固定なんですね。まあ種類的に分かるのは炭治郎と禰豆子と善逸と伊之助、そして裏には富岡さんがいますね。いやこれ鋼塚さん入ってたらもう嬉しいっすね。僕鋼塚さんも好きなんで、はい。では1個目開けます。まずプッチョの味はブラッドオレンジソーダ味です。ブラッドオレンジってどんな味なのかな。これは後で食べます。ではメインのこの鬼消しゴム、これを開けます。あ、中はこのようになってます。ではいきます。まず一つ目はこちら。うわー、煉獄さんだ。やった、いきなり出た、嬉しい。で後ろはあ、渦井だ、渦井さんだ。おお、いいねこの2人。あ、もうこのままプリントされてますね。紙のホルダーに入ってるわけじゃなくて、もうそのままプリントされてますね。はい、一つ目は煉獄さんと渦井さんが出ました。めっちゃ嬉しい。では、二つ目開けます。じゃあ行きます。せーの、よっと。おー！忍だ。じゃあ後ろは誰だろう、三つりかな。じゃあ行きます。後ろはこれだ。ああ、行名だ。はい、2つ目は忍と行名が出ました。では最後3つ目開けます。これもしかして柱だけで終わるかもしれないっすね。じゃあ行きます。せーのよっと。あっ、炭治郎と禰豆子だ。これ確かベビースターラーメンのあのパッケージの炭治郎と禰豆子です。で裏は何だろう、裏なんだろう、裏も気になる。では行きます。せーのよっと。ああ、富岡さんだ。いやこれは第1話のあのシーン蘇ってきます。はい、3つ目は炭治郎と禰豆子と富岡さんが出ました。はい、3つ開けた結果はこんな感じになりました。煉獄さんと渦井さんと忍と行名と炭治郎と禰豆子と富岡さんが出ました。まあ消しゴム自体触ってみたんですけど、まあ至って普通の消しゴムですね。まあただ僕はこれを使うとなったら使いません。飾っておきます。ではプッチョをいただきましょう。まあメインはこれですからね。ブラッドオレンジ食べたことないんでどんな味なのかもちょっとわかんないな。もしこれが美味しかったらまた買おうかな。プッチョの包み紙は一緒ですね。せめてなんか鬼滅の刃系のイラスト入れてほしかったな。はい、プッチョはこのようになってます。なんかメロン味に見えるな。じゃあいただきます。ああ、はいはいはい。普通のオレンジと、まあそんな変わんないですね。あ、これ意外といけます。僕いつもプッチョはソーダ味とコーラ味とグレープ味しか食べないんですけど、これ結構美味しいですね。はい、鬼滅の刃プッチョはこんな感じです。はい、ということで、鬼滅の刃プッチョを開けて、やっばちょっと待って待って待って。おい、ちょっと。これどうなってんの？やばいやろ。ちょっと。これマジで？ちょっと待って。あ、いけた。はい、ということで、鬼滅の刃プッチョを開けてみました。まあ、消しゴム自体のクオリティは、まあ、至って普通なんですけど、このプッチョのブラッドオレンジ味が個人的に結構美味しかったです。スーパーでまだ在庫があったら、また買ってこようと思います。以上、ひろげーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければ、グッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして、僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、コメントやリクエストや質問など、お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならーイェーイ